言ったんですけど、手を組んでこう深呼吸をして、で、真上で手のひらを返して、こう肩甲骨を寄せるような形で下ろして、下ろしたら今度前へですね、少し背中ほぐした後に前に伸びながらも少し背骨を中心に左右回旋しながらこう伸ばす感じですね。この状態でこう、肩甲骨周りをほぐします。動かすことでこうほぐしていきます。しっかり動かしてぐるぐる回します。